残像だよ。誰にしようかな。そこせいせい。さてどうしようかしら。はっ見えなさい。はっえい、ずっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。大勝利。まだまだ私の限界はこんなものじゃないわよ。アイテム見っけ。仕事はおしまいね。お疲れ様。お疲れ様でした。毎度思うんだけど、これって女神の仕事っぽくないよね。コツコツ依頼を受けてシェアを稼ぐなんてさ。まあクエストなんかは一般人でも小遣い稼ぎにやってる人もいるくらいだしね。私他のお仕事のやり方とかよくわからないから。仕方ないんじゃないの。まだ女神になって日も浅いんだし。えへへ、ノワールちゃん優しい。だからってそろそろシャキッとしてもらわないと国の人たちも迷惑でしょうけどね。やっぱり厳しい。ちょっといい？ん？何よ。女神ってそのなるものなの？生まれつきとかじゃなくて？はあ？当たり前でしょ。はあ？本当なら私が女神になるはずだったのに。見てなさいよね。私もすぐに女神になって、プラネティウヌなんて足元にも及ばない国を作ってみせるんだから。頑張ってね、ノワールちゃん。そこは、負けないわよ、くらいのこと言いなさいよね。張り合いがないんだから。そういえば今日はあいついなかったわよね。見かけなかったけど。お買い物に行くって言ってたよ。待って待って、自然に会話を再開しないで。だって女神だよ。女神なんでしょ。そんな簡単になれたりしたらいろいろあれなんじゃないかな。簡単になれるわけじゃないわよ。というか何なのよ、こんな当たり前の常識に食いついてきて。私の知ってる常識と違うし、私とかネプギアとか他のみんなも生まれた時から女神だったし。生まれた時から？すごい。だからいちいち信じるんじゃないの。はあ、なんだかな、私まるで全然違う世界に来ちゃった気分だよ。でもちょっと興味あるかな。ねえねえ、女神ってどうやってなるの？なったらなんかいいことあるの？本当に知らないの？そこまで無知だとかわいそうになってくるわね。仕方ないわ。面倒くさいけど説明してあげる。ありがとう。その言われ方には思うとこがないでもないけど、よろしく。まず女神になるためには
メモリーコアから生み出される女神メモリーってアイテムが必要なの。ほー、クラスチェンジアイテムってやつだね。ちょっとベタな名前だけど、それってやっぱりレアアイテムなの？レアなんてものじゃないわ、激レアよ。メモリーコアは世界に数箇所しか存在しない上、女神メモリーが生み出されるのは数百年に一度だけだって言われてるんだから。数百年？何そのありえないサイポップ時間。数百年仕事もせずに張り込み可能な完全廃人さの御用達アイテムじゃん。女神メモリーが生み出される間隔はランダム性があるから、確実に数百年待つわけじゃないらしいけどね。もちろん確実に手に入れたいなら張り込みでも何でもするしかないけど、そんなに競争率の高いものでもないし。でねでね、ここの近くにも一個だけメモリーコアがあるんだよ。じゃあそこでできたアイテムをブルルンはゲットしたの？すごいね、血で血を洗う争奪戦とかだったんじゃないの？起きないわよ、争奪戦なんて。あれを欲しがる人なんてそうそういないんだから。私はピクニックに行った時に偶然拾ったんだよ。え、そんな簡単に？よくわからない。その辺もうちょっと詳しく。ね、あの日はすっごくお天気が良くて、私は川の近くでお弁当を開いてて。やめてやめて、あの日のことは思い出したくないのよ。クルルートが初めて変身しちゃった。あの日の恐怖は。恐怖？なんでもないわ。話を戻すわね。女神になるためには確かにそのアイテムが必要なんだけど、それがあれば誰でも女神になれるってわけではないの。女神になれるのは生まれつきの素質を持った人間だけで、もし資質のない人間がそのアイテムを使ったときは。使ったときは？古い言い伝えでは、世にも醜い化け物の姿になると言われているわ。何それ怖い。ってことは何？アイテムはめったに手に入らないし、手に入っても失敗したら化け物になるってこと？すっごいリスキーじゃん。ブルルン、よく女神になろうなんて思ったね。なろうとは全然思ってなかったんだけど、拾った後うっかりおにぎりと間違えて口に。だから思い出させないでってば。まあ確かにリスキーだけど、それなりの見返りというかメリットだってあるわよ。まず一つは、女神になれば国を作ることができるってことね。ってことはここでは女神が国を作るの？国があるから女神が生まれるんじゃなくて？あー、それ知ってる。鶏が先か卵が先かってお話だよね。あー、そんな感じそんな感じ。あれ、でもそれだとどっちが先でも結局同じ？哲学的な話してるとこ悪いんだけど、先を続けるわよ。二つ目は、女神になれば人間離れした強い力を得られるわ。そして女神はその力で人々を助けたり導くことができる。そうして人々から信仰が得られれば、さらに力が増していく。あ、その辺は私の知ってる女神と一緒だ。少し話がそれるけど、この大陸はずっと長い間女神は一人、国が一つしかない状態が続いていたの。そこを信仰する人には加護が与えられるけど、考え方や趣味の問題でどうしてもその女神は信仰できないって人も大勢いて、そういった人たちはその国の外で苦しい生活環境に身を置いてるのよ。だから私はそんな人たちのために女神になって新しい国を作ろうと思っているの。ノワールらしい優等生発言だね。ノワールちゃんかっこいい。それなのに女神になろうなんてけほども思ってなかったプルルートに先を越されて。うわ、それはもう何回も謝ったよ。なるほどね。ありがとう、大体のことは分かったよ。まあそういうことなら
私は別に女神になれなくてもいいかな。変身できないのはちょっとわずかに不便だけど、そんなに困るわけじゃないし、何より女神になったらまた仕事しなきゃいけないもんね。無理やり働かされるのはもう勘弁だし。私も早く女神にならないと大変だわ。プルルートがその姿なのに私だけおばあちゃんになったりしたら悪夢だもん。大丈夫だよ、ノワールちゃんならおばあちゃんになっても可愛いと思うし。おばあちゃんのノワール？それは見てみたいかも。でも可愛くはないんじゃないかな。きっとケバいドレスとか着ちゃって若い子に説教しまくるおばあちゃんになるような気が。ちょっと待った。まあ何よ急に。ノワールおばあちゃんになるの？っていうか年取るの？なんでなんで？なんでって取るに決まってるじゃない。あなた私を何だと思ってるのよ。でもプルルンはその姿のまんまだって。私は女神だからこのまんま。つまりここでは女神にならないとどんどん年取って老けていくって理解でよかですか？喋り方はおかしいけど言ってる内容は合ってるわね。ネプちゃん地方のお生まれなの？そんなやだやだ困る。私このまんまの姿がいいよ。そりゃさちょっとばかしセクシーポンキュッポンな私もありかなって思うこともあるけど、それは変身すれば済むわけで、それに豊島扱いは一人いれば十分だよね。二人もそう思うよね？知らないわよ、そんないきなり意味のわからないことまくし立てられても。決めた、私も女神になる。全国2億4000万のネプテューヌ信者のためにも私はこの姿のまんまでいないとダメだもんね。おお、ネプちゃんも女神になるんだ。そんな簡単になれるなら私もとっくに女神になってるわよ。まったく人がどれだけ苦労してるって。というわけで、そのアイテム見つけても私が先だからね。ノワールは私の後。はあ、何堂々とふざけたこと言ってるのよ。いいの、こういうのは主人公優先でしょ。どうせノワールなんて女神になっても人気出ないよ。だから私が先なの。少なくともあなたよりは人気出るわよ。ダメよ、絶対譲らないからね。へへへ、3人で女神になれるといいね。
プレプにしてやんよ。ほいだ。どうしようかな。わーい、大勝利。私が一刻も早く新しい国を作らないと。
頑張ってね、ノワールちゃん。あなたはもっと頑張りなさいよ。もう自分の国を持ってるんだから。怒られた。まあそういうことだから部活に近づこうなんて思うんじゃないわよ。そうでなくてもルビーにも良くない噂もあることだし。良くない噂？ほほん、それはそれは興味ありますな。どんな噂なの？下世話な顔してるけど、あいにくそんな話じゃないわよ。あくまで噂だからどこまで信憑性があるかはわからないけど、ルビーはね、裏で七賢人とつながってるんじゃないかって言われてるの。七賢人？確か前にもそんなこと言ってたよね。本日もお集まりいただき、ありがとうございます。それで、その、えい、まるで聞こえん。もっとでかい声で喋れんのか、貴様は。ごめんなさい。それでは本日の七賢人の会合を始めたいと思います。気持ち悪い声を出すな。おまけに噛みまくりっちゅう。トシマがドジっ子アピールしたって痛々しいだけっちゅ。トシマって、そりゃそんなに若くはないですけど。はいはい、そこまで。あんまりいじめちゃかわいそうよ。そんなことより、早う始めてくれんかな。わしはこれでも忙しいんじゃ。八馬城、頻繁に本業を抜け出すのもうまくないしな。今日は誰の召集なんだ？この私がわざわざ足を運んでやったんだ。くだらない話だったら容赦せんぞ。今日は私が召集をかけまして。貴様が召集だと？ごめんなさい。生意気なことしてしまってごめんなさい。やめんか。いちいち脅かしとったら話が進まん。でも珍しいわね、レイちゃんが私たちを呼び出すなんて。よっぽどのことがあったの？はい、そうなんです。でもまだ確定情報というわけではなくて、裏を取る時間もなかったんですけど、それでも信憑性はそれなりに高いと言いますか。前置きが長い。さっさと言え。はい、実はですね、プラネテューヌにまた新たに女神が誕生しまして。なんだと？本当だろうな。というか、来たというか、来たかもしれないような、そんな気がしたりしまして。はっきりしろ。はっきりしました。プラネテューヌに新たな女神が誕生しました。にわかには信じられんが、事実だとしたら確かに一大事じゃの。プラネテューヌ。おい、どう思う？あんな吹けば飛ぶような神聖国家に二人目の女神だと？そんなヨタ話信じられるか？そんなこと言われましても本当なんです、多分。でもそんな情報一体どこから仕入れたっつか？それは、私のネットワークにはそんな情報引っかかってないわね。言っちゃなんだけど、この手のことで私がレイちゃんに遅れを取るとは思えないんだけど。それはですね、いろいろ深い事情があったりなかったりで。もう一度言うが、もしこの私を担ごうとしているなら、それなりの覚悟はしてもらうぞ。めそうもない。
そんな大それたこと私にできるわけないじゃないですか。まあ何せよまずは事実確認ね。本当だったらショックだけど、この私が情報に関して誰かに出し抜かれるなんて。すみません。事実確認って言ってもどうやって調べるっちゅ。こんなうさんくさい話を調べるのオイラはごめんっちゅよ。いや、こういうのは適任がおるじゃろうな。ん？そういや、今日は来ておらんのか、あの口やかましい小娘は。いない方がせいせいするがな。あのキンキンうるさい不愉快な声は耳障りだ。そのことなんですけど、実は彼女には会議の前にこのことを話してしまいまして。そうしたら止めるのも聞かずに飛び出していってしまって。ふん、相変わらず落ち着きのないガキだ。まあそれなら話は早いわね。あとのことはあの子が戻ってきてから考えましょう。しばらく待機か。時間の無駄にならなければいいがな。やれやれ、わしはさっさと仕事に戻りたいんじゃがな。おい、俺様は腹が減ったぞ、何か出せ。こういうのは呼びつけたやつが用意するものっちゅよ。さあ早くするっちゅ。でも皆さんが招集かけたときは何も出してくれない。聞こえんな、まさか文句でもあるのか。ありません。すぐにご用意いたします。おお、七賢人、つまりそいつらが今回の悪役ってことでいいんだね。本当に理解したの？ちゃんと人の話聞いてた？何その疑いの眼差し、ちゃんと聞いてたってば。じゃあ私が言ったことを簡単に説明してみて。私を試すつもりだね。いいよ、その挑戦受けて立った。その七賢人ってのは女神が国を治めるのに反対で、ああだこうだ文句つけてきてるんだよね。ええ、そこまでは合ってるわ。結論、七賢人は悪いやつら。証明完了。はしょりすぎよ、そんな単純な話じゃなくて。やっぱり途中から全然聞いてなかったのね。バレちゃった。あれ、ネプちゃんの言ってたことおかしかった？もしかしてあなたも分かってないの？七賢人っていつも意地悪言ってくる女の子だよね。私あの子苦手。あなたまでその程度の理解だったとはね。いいわ、もう一回だけ説明してあげる。少し長くなるけど、今度こそちゃんと覚えなさいよ。長いの？名人張りの連打で飛ばしたりしちゃダメ？私は連打苦手だから、スタートボタンでスキップがいいな。ちゃんと聞きなさいよ。はい。七賢人、七人のトップがいることからその名で呼ばれている謎の組織よ。彼らは正しい規制を敷くことで女神の統治を必要としない国づくりを提唱しているわ。当然そんな信条を掲げているんだから、女神の存在そのものにも否定的で、ブルルートもプラネティウヌの国を作ってから何回も嫌がらせを受けているわ。おそらく10年ほど前から活動を開始したと思われるけど、そのあたりの情報も曖昧で、とにかく秘密が多い。そもそもトップの7人からして存在が公になっているのは一人だけだし、裏では犯罪めいたことに手を染めてるって噂もあるけど、確たる証拠は一つもなし。さっき言ったルイーと繋がってるかもっていうのもあくまでそんな噂の一つね。
でもその思想に賛同する一般人はかなりの数に上るとも言われているわ。だから簡単に 100% の悪と断定することもできないの。どう？簡単にまとめてみたつもりだけど、今度こそちゃんと分かったわよね。こういうのを泥っていうのね。もういいわ、すっごく疲れた。あ、ブルル、ノアルが今私たちのこと見捨てたよ。見捨てないで、ノアルちゃん。ああ、うるさいうるさい。後でネプペディアでも見て自分で復讐しなさい。ノアルが冷たい。もうノアルの説明っていまいち回りくどくて分かりづらいんだよ。そうだそうだ、単純に悪いやつって決めつけちゃえば簡単なのに。なんだっけ、ケンチン汁？ケンチン汁は悪いやつだ。七賢人でしょ、なんで名前まで忘れるのよ。ガラッ、見つけたわ。ネプ、誰？ブルルン、誰か来たよ。けー、噂をすれば意地悪な人だ。ふん、あなたがそうなのね。ジロジロ、なになにこの子、つま先から頭のてっぺんまで舐め回すように見られてるんですけど。あら、目的はネプテューヌなのかしら。それなら、これ私あんまり関わりたくないから。私もごめんね、ネプちゃん。ああ、2人がフェードアウトしていく。待って、見捨てないで。ふむふむ、外見的に少女と言えないこともないけど、でも体が未発達だわ。あなたは幼女、幼女認定よ。ネプ、自分よりちっちゃい子に幼女認定された。まったく、こんな年派もいかない幼女を女神として働かせるなんて非道だわ、鬼畜だわ、無法国家だわ。許すまじ、プラネテューヌ。今度は勝手に怒り出したし、もうなんなの、なんで見ず知らずの幼女から幼女幼女連呼されなきゃいけないの。なんですって、私のどこが幼女なのよ。幼女って言う方が幼女なんだからね。それならやっぱり幼女だよね、先に幼女って言ったのそっちだもん。また幼女って言った、一度ならず二度までも。許せない、キー。お、やる気、喧嘩だったら負けないんだからね。幼女が私に勝負を挑もうなんて100年早いよ。また幼女って言った。うわー、ネプちゃん強いね。っていうより相手が弱かったんじゃない。でもなるほど、取り口に付き合わずに物理的に攻めれるって手もあったわよね。まあ私には真似できないけど。幼女に手を挙げるなんて国際法違反なんだからね。絶対許さないんだから。あ、今自分で幼女って認めた。今のは、やーい、やっぱり幼女だ、幼女幼女。ネプちゃん言い過ぎだよ。大人げないわね、子供相手に。
私が責められてる？そんな、私は二人に見捨てられたから仕方なく。ねえねえ、いい子だから泣き止んで。あ、血が滲んでるわよ。ネプチューヌに引っかかれたのね、かわいそう。何この疎外感。人が手当てしてあげようと。うるさいうるさい。ついに本性を現したわね、プラネっていうのは。幼女を女神として働かせるだけでもアウトなのに、追い詰められたら暴力を振るうなんて最低だわ。幼年幼女に悪影響を与えるわ。先に手を出してきたのはそっちだよ。私幼女じゃないのに。まったく、毎度毎度言いがかりをつけてきて大騒ぎして。黙りなさい。私は世界中の幼年幼女を守るために活動してるんだから。だから私は正義なの。私に逆らう奴はみんな異常性思考者なの。そんな無茶苦茶な。それにしてもあいつの情報は正しかったみたいね。この私と互角に戦えるだなんて。互角どころか、あなた泣かされてたじゃない。ネプちゃんの圧勝だったよね。だからうるさいってば。ポホン、もう調べはついてるのよ。あなたがこの国の新しい女神だってことはね。おお、見ず知らずの幼女にまで私のことが知れ渡ってる。いやー参ったなー。あんまり有名になりすぎるとプライベートが。カリスマがありすぎるのも困りものだなー。この子女神じゃないわよ。え、ちょノワール、そんなぶっちゃけなくても。せっかく女神って思い込んでるのに。だよね、ネプちゃん変身できないし。ダメだって、子供の夢を壊すようなこと言っちゃ。女神じゃない。じゃあどうして私が負けたのよ。弱いからじゃない。弱いからかな。スライムより弱かったね。あなた名前は。私ネプテューヌだけど。ネプテューヌね。その名前絶対に忘れないだから。ああ、待った、人の名前だけ聞いて自分は名乗らないってのはどうかと思うよ。ふふん、いいわ、特別に教えてあげる。私は七賢人の一人、七賢人のアイドルにして広報担当、アブネスちゃんよ。私の初登場の時あんなのなかったよ。今日のことはじっくり七賢人の会議にかけさせてもらうわ。私たちが本気になったらこんな国あっという間に規制でがんじがらめよ。覚悟しておきなさい。言っちゃった。ずるい、弱っちいロリッコのくせにあんなかっこいいロゴ持ってるなんて。でもさ、あんな弱いのに七賢人の一人なんて。七賢人って実は大したことない。まあ、あの子の戦闘力に関してはそうみたいね。他の6人がどうだかはわからないけど。ネプちゃんがいてくれて助かったよ。いつもはあの子私に意地悪なことばっかり言ってくるから。まあ、バカには小難しい話は通じないし、まさにバカとハサミは使いようってやつね。それほどでもって
ノワール？それ褒めてる？褒めてるわよ。今日の仕返しにまたうるさいこと言ってくるかもしれないけど、その時はよろしくね、ネプチューノ。よろしくね、ネプちゃん。頼られるのは嬉しいけど、なんか手よく利用されてるような。よし、君に任せた。